岡田監督のこれまでの発言から阪神タイガースのライトの起用法かなり明確になってきましたので、レギュラー候補の選手見ていきます。2022年は島田選手、佐藤輝明選手、そして糸井選手が守ったんですけれども、佐藤選手はサード、糸井選手は引退ということになっています。岡田監督のこれまでの発言、そして2023年のライトの起用法を見ていきましょう。岡田監督のこれまでのライトについての発言です。外野手は辛抱して使わんよ、外野手はもう打てるやつを使う、ショートは守ってほしいから辛抱して使う、外野は辛抱するポジションじゃないと思うね、すぐ代わりがおるポジションだと思うねとコメントしているんですね。特にセンターはもう近本選手が決まっていますから、ライトの方がセンターよりも代わりが効くポジションですし、とにかくもう打てる選手を使っていきたいという岡田監督の方針があるようです。外国人は2人は多分同時に使わないと思いますよと、ノイジー選手かミエセス選手どちらかを使うということですね。一つで今考えているのはレフトですね。レフトに外国人というのをということで、レフトにはノイジー選手、そして3番あたりを打つというような岡田監督のコメントがありましたから、ライトを打つことができるバッティングがいい日本人で争っていくということが、岡田監督の発言から分かってきました。岡田監督の方針で一気にレギュラーが遠のいてしまった選手がいますので、こちら見てみましょう。岡田監督の島田選手へのコメントを見ていきましょう。岡田監督は一軍で絶対に必要な選手ではあるけれども、今のままではまだレギュラーは取れんよというコメントをしているんですね。島田選手2022年は佐藤輝明選手と同じぐらいライトで出場してレギュラー格だったんですけれども、岡田監督の評価は厳しいようです。守備と足を考えたときに助かる部分はありますけれどもという質問があっても、岡田監督は俺は30盗塁をする選手が3人はいらんと思うな、まずは打たんと、外野手はもう打てるやつを使うということで、やっぱり外野を打てる選手という岡田監督の方針は固いようです。30盗塁する選手が3人という話なんですけど、中野選手と近本選手、加えて島田選手もオーダーに入ってくると、左で高打型の選手っていうのがかなり並んで打線としては弱くなってしまうんですね。特に6番あたりを打てる選手がいなくなってしまうという背景があります。岡田監督はキャンプが始まってからやね、レギュラーを取るということはそんな簡単なもんじゃないということやねということで、島田選手のレギュラーっていうところが少し2022年と比較すると遠のいてしまったような状況になります。岡田監督が名前を挙げるレギュラー候補4人見てみましょう。岡田監督の口から最も名前が多く上がるのは森下選手、ドラフト1位の選手ですね。思い切って森下を使ってみてもいいという発信は岡田監督も何度かしています。6番での起用が基本的になるとは思うんですけれども、岡田監督は3番で起用するのもありかもと発言するほど森下選手には期待しています。大学通算の成績見てみますと、2割4分のホームランが9本、そして71三振53フォアボール、盗塁が9、出塁率3割6分8厘、長打率が4割1分2厘という成績になっています。やっぱり打率の面であったり三振の多さというところを見ますと、かなり穴もある成績ではあると思います。例えば1軍で100試合ぐらい出たときに、打率でいうと2割ちょっとぐらい、ホームランは7本ぐらい打てればいいかなっていう成績には見えますよね。もちろんプロへの適応能力っていうところでも変わってくるとは思いますが、岡田監督もやっぱり森下はまだわからないということで未知数ではあるので、他の選手がレギュラーを取る可能性っていうのも十二分にあるという状況ではあります。では岡田監督が何度も名前を挙げる選手見ていきましょう。岡田監督は井上浩太選手にもかなり大きく期待をして名前を何度も挙げています。打撃練習で1番ボールを飛ばしていたとか、守備も見たけど肩もいいし井上はチャンスだよと、あとはボールを前で打つこと、そしてステップアーバーを広げることっていうのを岡田監督から直接井上選手に指導しておりまして、それによってかなりバッティング良くなってきたという岡田監督の評価もありました。そして一軍キャンプ入りっていうところも岡田監督から明言されました。ただ実戦での対応力がどれぐらいあるかっていうところがすごく課題になってくるというコメントもありまして、当然ながらいきなりレギュラー確定とか、そういった評価ではないです。ライトのレギュラー候補として岡田監督が名前を挙げているという状態ですね。2022年のファームの成績見てみても、2割2分2厘のホームランが11本、150三振24四球の OPS 0.628 と、ものすごく穴はあるような成績になっていますので、どれぐらい一軍の球に対応できるかというところが勝負になってくると思います。岡田監督がベタ褒めするあの選手も見ていきましょう。2年目を迎える前川選手もかなり期待されています。
秋のキャンプの時点で前川選手は岡田監督の発信もあってライトにコンバートが決定しているんですね。もしかしたらこの時点でレフトに外国人を使ってライトで競わせたいというような思いがあったのかもしれません。岡田監督は1軍のキャンプには当然メンバーとして前川選手を入れようと思うと、実戦とか紅白戦で1軍レベルの投手にどれぐらい対応できるか見てみたいというふうに話しています。こうなってくるとやっぱりレギュラー候補の一人として計算しているのでしょう。バットを振れる、あれで1年目やからな、もっと上の選手に見えるとかなり高く評価しています。2軍では怪我もありまして60打数ではあるんですけど2割5分ホームランが3本、三振8つのフォアボール2つ、 OPS0.731 の成績残しています。そしてフェニックスリーグでも2割9分5厘、ホームラン2本、 OPS0.789 という成績を残しておりまして、2年目からいきなりレギュラーも見えてくるんじゃないかという期待感はファンからもかなり大きいです。では岡田監督に代わって一気に評価が上がった選手も見ていきましょう。戦力外候補にも上がってしまっていた板山選手が岡田監督に代わって今現在かなり評価が上がっています。バッティング良かったんは板山やな、結構器用だし肩も強いしなというふうに、バッティングはもちろんのこと守備も評価しています。二塁とか守れるねと、そんな話もありました。今やったら板山が一番ええな、はっきり言うて今の左バッターで一番打つのは多分板山やと思うよということで、2023年に入ってからこういった話もありました。岡田監督はユーティリティとしても板山選手を評価しておりまして、例えばサードであったりセカンド守ったり外野守ったり代打で出てきたり、まあ、そういった役割も期待はしているんですけれども、まあ、左で一番打つのは板山と言ってるぐらいですから、レギュラーも狙える位置にいるということも間違いないでしょう。通算では1軍で125試合、2割1分9厘のホームランが1本、そして OPS が 0.570 ということで、なかなか特に近年は成績が上がってきてはいないんですけれども、まあ、レギュラーの候補として名前が上がってきています。では他のレギュラー候補の選手たちも見ていきましょう。岡田監督の口から名前はなかなか上がってこないんですけども、レギュラー候補として考えられる選手です。まずは原口選手ですね。2022年中盤から終盤にかけて4番とか打ったりして、クライマックスシリーズでも出場していました。バッティングに関しましては、ここまで出た選手の中でも実績は1番だと思います。そして外野を練習しているという報道もありますから、外野のレギュラーを取る可能性っていうのもあるのかなと。あとは高山選手ですね。岡田監督就任してからは期待のコメントっていうのも多かったんですけれども、最近はなかなかコメントが出てこないということで、まあ、今後に期待したいと思います。あとはトレードで獲得した高浜選手、外野を猛練習中ということで、打撃次第ではレギュラーもあるかなと。あとは小野寺選手ですね。岡田監督の口からなかなか名前は上がってこないですけれども、肩も打撃も期待できるというところで、岡田監督特に肩っていうところを重要視する監督ですから、小野寺選手のアピールもあるのかなと。あとはミエセス選手ですね。外国人を2人同時には使わないというところで、ノイジー選手が外れであればというところではあると思います。以上です。